私たちは羽田空港にいます。羽田エアポートガーデンさんに呼んでいただきました。羽田空港直結の天然温泉やバスターミナル、ホテルが一緒に入った商業施設です。今日はぜひキモナマムファミリーと一緒に過ごしましょう。レッツゴー。早速チェックインに行きましょう。同じ建物に2つのホテルが入っています。今日泊まらせていただくのがヴィラフォンテーヌプレミアさんの方に泊まらせていただきます。自動チェックイン機が並んでいて、いろんな言語で多言語対応と、あと24時間対応してくださるそうです。いろんな時間にね、飛行機が着くからそれは便利だよね。あら、なんか横向いてる人がいるんだけど、ウェルカムプレゼントだ。嬉しいね。ご好意でヴィラフォンテーヌグランドさんのお部屋もちょっと撮影のために見せていただけることになりました。行きましょう。あ、いいじゃん。靴脱ぐタイプだから日本人としては安心するし、子供がいたらね、いいよね。あ、いいね。なんかホッとする。フォローしたくなるね。いいじゃん、ちょっとちゃぶ台スタイル、うん、いいね。素敵。ジャパニーズスタイルのお布団もある。4人で泊まることができるんだって。いいね、すーちゃん、ここね。お風呂も広くない？お手洗いと別のタイプになっていていいね。天然温泉があるのにこんなに大きなお部屋にお風呂が入ってるなんて。おお、スカイツリーが見える。ほんとだ。あ、一番あそこのキラキラしてる白いお星様みたいなのが見えるじゃん。今日泊まるお部屋に来ました。ヴィラフォンテーヌプレミアムさん。わあ、素敵。東京タワー、すごーい。わー、綺麗。いいね、日本に到着して空港直結でこういう景色のホテルに泊まれるなんて。飛行機の長旅が癒される感じだね。あれれれれ誰だ誰だ。綺麗なお手洗いもあるし、シャワールームもあります。歯ブラシもあるし、ハイクオリティなブラシも入ってる。お米由来のスキンケアセットだって。今日これやってみようと思います。あ、ここにねお荷物置いたりとかして。お荷物ですか。いいじゃん、アイロンもあるし、こういう長期滞在もいいね。コーヒーも入ってる。綺麗ね。なんとここに入っているジュースやお酒は飲み放題だそうです。見て、この床のさ、カーペットの柄が東京の地図になってるんだって。どこだろうね。あー、東京タワー。あー、すごい。こう見たら東京タワーってことなんだ。なるほど。気持ちいいですか。ブルどうですか。ブルブル、アレンジジュース飲む。アレンジジュース飲むか。乾杯。あー、美味しい。ホテルの中にはミーティングルームといって、会議だったりとか打ち合わせができる立派な会議室もレンタルで借りることができます。ジムは24時間だって。そうなんだ。この間もニューヨークから帰ってきて、1日家に帰って、またその次の日羽田から北海道に飛び立ったのね。そういう時に絶対羽田空港に泊まれたら私の体力もセーブできたし、うん、で日本に来る人も羽田空港をハブにして日本各地へ旅行したり体験しに行ったりするのはすごいいい選択だなっていうのを分かりやすく伝えたいなって思ったの。それで昨日パパがね書いてくれたんだ。見て、これキモノマムファミリーが飛行機に乗ってます。可愛くないこれ。羽田空港って実は東京の中にあるんだよ。東京23区内にあるから繁華街に一番近い空港だよね。羽田に着いたら京都にも飛行機で、大阪にも、関西にも、金沢にも、北海道にも行けるよ。四国にも行けるし、沖縄にも行けます。屋久島も行きます。高速バスで富士山まで行けるんだね、うん、これだからね、富士山の近くまでね。今回特別に、温浴施設の中も見せていただけることになりました。行きましょう。行きますよ。こち
らの温泉の最大の特徴は天然温泉で24時間やっているので、飛行機が何時に着いても旅の疲れを癒すことができるし、何よりタトゥーフリー、タトゥーをしている方でも入ることができます。いろんな文化を持った方でもね、来やすいよね。外のお風呂も充実してるけどね、中もすごいいい感じなんだよ。ご飯に来ました。もう指差してる。そう、すーちゃんも決まったんだよ、お風呂に。ここが、あ、もう決まったんだ。うん、はい、羽田ブリュワリー、お疲れ様です。乾杯。プリも乗ってんだけど。大好きだばっかり。夕焼けの富士山をイメージしたローストビーフになっておりまして、ありがとうございます。それから失礼いたします。こちら白富士へ午前です。すごい美味しそう。飛行機で長旅できてさ、チェックインして、荷物置いて、お風呂入って、美味しいご飯食べて、いいベッドで寝るみたいな、最高じゃない。ごちそうさまでした。バーだけは館内着ではちょっと行けないので、少しお着替えをしました。ちょっといっぱい行きませんか。行きましょう。バーに行く人、はいはいはい、イエーイ、バイバーイ、バーに行ってくる。一番すごいのはこれですね。これ撮っといた方が、響きの向こう側見て、あ、綺麗じゃん。乾杯しよう。パパありがとう。すごい綺麗だね。わー、綺麗。すごい、この月が綺麗だね。変な声しないでってことですね。ハッピーバレンタイン。ね、これ今日何の日か知ってる？ I love you っていう日だよ。大好きよ。 I love you。 明日何時に起きる？父ちゃんはね、8時。うん、いいぐらいだね。朝ごはんも楽しみだね。楽しみ。ママがおっぱいって言った。卵だ。卵でした。おっぱいじゃなくて。おっぱいに卵入ってる。これ何？オムレツ。オムレツか。あ、すいませんね。今日泊まったヴィラフォンテーヌさんのホテルの入り口から出てすぐ左、こちらに。おもてなしセンターさんという総合インフォメーションセンターがありますので、ここでなんとこの動画を見てくれた着物子のみんなに500円クーポン券を差し上げることができます。なので羽田エアポートガーデンさんでお買い物する前に、おもてなしセンターさんに立ち寄って、ぜひこの500円クーポン券をゲットしてください。受け取り方は概要欄にも書いておきます。チェックしてくださいね。ちょっとお兄さんお姉さん何やってますの？同じ施設内に日本文化を発信できるような、地方からのいろんな工芸品とかに約80店舗もこの商業施設羽田エアポートガーデンに入っているので、見に行ってみましょう。やべえ、ねえ、すーちゃん、パパ文房具屋さん何時間でも入れるんだけど。サンタさんに今年もらったやつだ。切りやすい子供のハサミ、和柄のジャパニーズパターンが書いてあるノートだね。お土産として渡せるようにこうやってパッキング一つ一つしてくれてるんだって。 Good tools。 着物マン、お、書きやすい。パパが買ったのがこれです。何これ、折り返してるんだ、穴開けて。そう、だからもう、ハリナックス、針がなくってもホッチキスみたいに髪を留められるんだ。着物子がね、ストアに来てくれた時に壁にメッセージを書いてくれるんだけど、色ペン欲しいねって言ってたんです。そう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 、これで書いてね、今日買うからね、みんな。黒も可愛い。可愛い、買いました。買いました。ででん、これ
可愛くない？キキスデリバリーだから魔女の宅急便だ。これすごい可愛い。可愛いね、それ可愛いね、うん、これ可愛いよ ね、 本当にね。スーちゃんとお揃いのお茶碗が買えるよ。スーちゃん、うちに持ってるこれ。キティちゃん、お着物着てる。可愛い。ピカチュウもいるし、いろんなポケモンがいる。お酒も充実しております。ウイスキーとかね。あとこれは着物ボトルウェアだって、かわいい。あとは工芸品のジャパントラディショナルクラフトもあります。ピンフィーのひな人形だって、めちゃくちゃかわいい。で、招き猫のキティちゃん、ちょっとこれめっちゃかわいくないですか？和柄の缶に入ったお菓子。信玄餅ってね、こういうパッケージに入っててさ、中にきな粉とお餅が入ってて、上のとろっとした黒蜜をかけて食べるんだよね。あとは青山でガッポさん、去年の夏に六本木でポップアップショップをした時にご一緒させていただいたグルテンフリーのクッキーが缶に入っているお土産です。これぐらいだったら手荷物でもいけるからいいよね。結構地方からのいろんなお土産とか特産品も取り扱ってるので、どうぞ皆さん羽田エアポートガーデンにお越しください。日本各地からおすすめの美味しいレストランが約20店舗入ってます。花山うどんさんっていうのもいつも並んでる。すごい、ね、この間もすごい並んでた。じゃあ今日の私たちのランチはこちら、しゃぶしゃぶ神戸ビーフ。わーお、すごい、いろんな種類の部位の和牛が食べれます。みんな今日は疲れ様。ノンアル乾杯。じゃあ今日はしゃぶしゃぶの食べ方を皆さんにお伝えします。こうやってポン酢とごまだれが2種類くるのね。ポン酢とごまだれ、お野菜とお肉があるんだけど、まずお肉からかな、入れます。そしてしゃぶしゃぶしゃぶっとこの中でお肉の色が変わるまでポン酢に入れて、骨ネギをちょっとつけて、いただきます。うん、あー、とろける。アクもね、旨味のうちだから取りすぎなくていいけど、こうやってアクをきれいにすくってからお野菜入れます。はい、オッケー。すき焼きはこうやって生卵をね、割って甘辛いタレでつけたお肉を生卵につけて食べます。おいしい？すごいおいしい。日本の卵は生でも安心だからね。とろける。では皆さん、羽田エアポートガーデンさん、素敵な動画を撮らせていただいてありがとうございました。お買い物も温泉もホテルも全部家族で一緒に楽しませていただきました。着物子のみんなもぜひ日本に来た時は羽田をハブにして日本のいろんなところに観光に行ってみてください。おすすめの商業施設ですね。500円クーポンも忘れずにおもてなしセンターでもらってね。私たちは車で来たので目の前の駐車場で帰ります。海外の方だけじゃなくて日本の方もたくさん楽しめる施設でした。じゃあね、また次の動画もお楽しみに。バイバーイ。